こんにちは、いるのりです。今日はですね、マツダさんからこの車借りてきました。 CX-5 ですね。クロス D のスポーツアピアランスっていうですね、グレードになります。いや、なかなかかっこいいですよ。もう下の方がね、黒でね、引き締められてて、ホイールとかなかなかね、かっこいい。そしてこの赤ですね、マツダのね、自慢のこのソウルレッドですね、匠カラーのソウルレッドとこの黒のね、コンビネーションがすごいかっこいいんですけども、で、隣に止まってるのが僕が所有してるですね、ホンダの ZR-V の EHV の Z ですね。これもですね、とっても気に入って乗ってるんですけども、このね、2車種非常にね、サイズが近いんですよね。で、価格もね、グレードによっては本当に近いものがあって、まあ検討されてる方も多いかと思うんで、このね、2車種のね、乗り比べ企画、こっちは僕が所有してるんでよくわかってるんですけど、こっちはね、今日1日借りてきましたんで、まあよく乗ってですね、この違い、立て続けに同じコース走ってみようと思うんで、それらをちょっとね、話していこうっていう、そういう動画ですね。はい、まず概要からですけど、こっちの CX-5 はですね、クロス D のですね、スポーツアピアランス 4WD モデルになります。非常にね、僕が所有している ZR-V の EHV の Z4WD と、まあ似たような価格帯のちょうどね、ライバルになりそうなグレードをお借りできたのでね、非常に参考になるかなと思うんですよね。サイズはですね、CX-5 4575mm ですね。長さがですね。で、隣の ZR-V がですね、4570なので、ほとんど同じですね、もう長さは。もうほんの 5mm だけこっちが長いということですね、CX-5 が。で、幅に至ってはですね、これも 5mm だけ CX-5 の方が幅広なのかな ?1845 ですね。こっちの ZR-V が1840なので。で、高さが一番違うんですね。高さがですね、こっちの CX-5 が1690。ZR-V が1620なんで、ここがね、結構7センチ違うんですね。ほとんどね、サイズ感は並べてみてもね、ほんと同じって感じですね。続いてタイヤサイズですね。タイヤサイズも似たような感じですね。CX-5 が、このグレードは225の55の19インチか。東洋タイヤのプロクセスっていうのが入ってますね。そして ZR-V はブリヂストンのアレンズが入ってる。タイヤサイズが225の55の18インチなんで、まあ本当に似たようなタイヤサイズですね。ちょっとこっちの方が18で CX-5 が19なんですけども、まあこの辺も似てる感じですね。この僕が借りてきたクロス D の、ディーゼルエンジンのグレード、2.2 リットルのエンジンですかね。16.6 になりますね。WLTC 燃費が。4駆モデルはそうですね。そしてここ、ZR-V はですね、これ EHV なんで、ここは大きく上回ってて、21.5 ですね。4WD モデルでも 21.5 走りますんで、ここはね、やっぱりかなり燃費という点では、ZR-V のこのグレード感では差がありますね。タンク容量は58リットルです。CX-5 の 4WD は。で、こっちの ZR-V も57リットル。これも近いところがあるんですけども、まあ、燃費の差がちょっとあるんで、航続可能距離が計算すると 962.8 ですね。こっちはね、すごい走ります。1225.5km も走るんです、これ。57リットルタンクで、燃費が 21.5 あるんで、航続可能距離はこの ZR-V の大きな優位点の一つですね。回転半径はね、ほんと 5.5 で同じですね。取り扱いしやすい、最小回転半径になってると思います。あ、そうだ、最初に言っとかなきゃいけなかったですけども、発売時期が全然違いますね。CX-5 はもう大ベテランです、もう。2017年の2月なんで、もうすぐね、もう発売してから7年経ちます。それに対してホンダの ZR-V は2023年の4月に正式発売になったんで、まだ1年経ってないですね。だから
かなりこっちは熟成した円熟の SUV って感じですけど、こっちはね、あの全く新規格の新進気鋭の SUV っていう、この辺の差もね大きく違います。ただね、こっちのね CX-5 はね年次改良一生懸命マツダさんやるんで、結構商品力高いんですよね。かなりね一生懸命年次改良、商品改良してですね、未だに高い商品力、保ってるなって感じしますね。はい、ちょっと扉がね CX-5 結構重いんですよね。重厚に閉まりますね。内装はこんな感じですね。ちょっとね逆光で白飛びしちゃってるかなと思うんですけど、マツダさんお得意のね、あの三眼メーターですね。なかなかいいですよね。まあこの前 CX60 乗りましたけど、あれと似たような感じですね。非常にセンスがいいなって感じですね。こういうとこもソフトパッドでね、非常にいいですね。あれですね、シートがなんかね、ほんとホンダのシートって感じがしますね。これなんか僕がこの前まで乗ってたシビックのシートになんか似てるなって感じ。赤ステッチが入ってね、ホンガーですかね、ホンガーですねこれ、ちょっと非常にかっこいいし質感もいいですね。まあマツダのね、最近内装の質感の高さは定評がありまして、この CX-5 も発売から7年経ってますけど、それを感じさせない質感とかセンスの良さを感じさせます。ああ、ここにあれなんだ、タイプ C の給電が2つあるんだ。タイプ C っていうところもなかなか先進的だし、これなんだ、あ、これはあれか、 SD カードか入るのか、まあ、ナビの。そして 120W のソケットもついてる。ここについてるっていうのはちょっとユニークだし、ちょっと使いにくいっちゃ使いにくいかもしれない。これ開けないといけないから。ここにはワイヤレスの置くだけ充電ですね。これがね結構ついてるんだ。ここにもソケットがあるわ。なかなかね、侮れない侮れないって言っちゃなんですけど、7年前の、発売された車とはいえね、結構頑張ってますね。ほんと BOSE のサウンドシステムついてます。これはね、あのくしくもホンダの ZR-V も Z グレードがついてるんですけどね。後席に乗り込んでみましょう。ああ、でも頭上空間は結構余裕ありますね。僕180センチありますけども、ここの前の空間は拳1個ぐらいは入るけど、そんなに余裕あるわけじゃない。この辺は ZR-V の方があれかもしんないな。でも後席の質感もいいですし、居住空間はもう全然悪くないなって感じ。まあ CX60 よりはね、ちょっと膝前空間は少ないかなって感じしますけど、全然いいですね。天井も黒くなってるところがいいですね。はい、僕の ZR-V 一応内装紹介します。ちょっと僕の所有してるも車なんで、いろいろちょっとアレンジしちゃってるんですけど、はい、こんな感じ。ちょっとハンドルカバーとかついちゃって申し訳ないんですけど、シートがね、内装は僕のやつはですね、マルーン内装って言って、ちょっと黒に近いような茶色なんですけど、赤っぽいような、これも悪くないですよ。ちょっとシートカバーついちゃってるんですけど、なんかオレンジのステッチでね、なかなかいいんですけどね。このシビックとかね、ZR-V はこのハニカムのね、エアコンの吹き出し口が特徴的になってます。これがなかなか、個性的でいっちゃいいですね。ZR-V はね、ちょっとね、なんか丸みをうまく利用してるんですよ。こういうとこがね。なんか有機的な感じなんですけどね。まあ、異彩解放っていう、テーマになってますから。最新の車だけあってね、全部メーターなんかは液晶ですね。標準形式なんかもいろいろ変えられます。後席にも乗り込みます。ちょっとね頭が低
っかかる感じがあるかな。大柄な僕が乗ると。あの、車高が少しね、こっちの方が7センチ低い分、頭上空間も多少、狭い感じはあるんですけど、膝前はね、全然 ZR-V のがありますね。膝前がね、2、3個あるから、そういう点ではホンダはね、パッケージングが上手なんですよね。こんな感じでですね、ZR-V も内装はいいですね。はい、ちょっと荷室空間見てみましょう。いや、このソウルレッドね、本当近くで見ると本当魅力的ですね。当然自動で開きますね。 ZR-V とほとんど変わんないなって感じですね。ここの写真だけ見たら全然わかんないなって感じですね。本当広さとか、感じが。ちょっと ZR-V も開けてみましょうか。本当荷室空間はもうね、ほとんどね、差がないかな。本当。給油口は当然、プッシュ式かと思いきや、CX-5 は、あれなんだ。ハンドルのところの下にあるレバーで開けるのかな。ここちょっと不満ですね。ZR-V は、当然プッシュ式だ。こっちはレギュラーガソリンですけど、こっちのクルスティディーゼルモデルは軽油っていうところはいいんですが、プッシュ式にしてほしいですね。この辺は鍵の大きさがですね、全然違うんですよね。こっちがあのホンダの ZR-V で、 CX-5 はねちょっとね大きいですね。はい、まずはですね、マツダの CX-5 クロス D スポーツアピアランスから乗っていきようと思います。いや、静かですね、なんかね。かなりね、あのディーゼルエンジン車ですけども、遮音性高くて、かすかにですねエンジン音が聞こえてくるって感じですね。ロードノイズもね、思ってた以上に静か。なかなか快適な感じですね。乗り心地もいいですね。非常にですね、しなやかな乗り味ですね。ハンドリングはちょっとですね、ZR-V に比べると少し遊びがあるかなって感じしますけど、ああ、気持ちがいい。ワインディングも気持ちがいい、でも。足回りもすごくしなやかさがあっていいですね、本当。なんか似てますね、なんか。ZR-V となんか近いところがあります、なんか。ZR-V オーナーが感じる点では、やっぱりサイズも似てるからね。足回りのセッティングもなんか似てるような感じする。非常に腰がある感じですけどね、うまく入力を丸めさせてるっていう感じですね。僕の乗ってる ZR-V の Z グレードの4駆 EHV の4駆と比べると多少こっちの方が柔らかい感じはするんですけど、なんか似てますね、ほんと。やっぱ味付けをスポーツ SUV って感じでしてるのかもしれない。この特にスポーツアピアランスっていうこのグレードはそういう味付けにしてるのかな。非常に乗り心地の感触はですね、スポーティーさを感じさせる、腰がある乗り心地って感じです、本当。だから割とソフトでね、コンフォートっていうわけじゃないですね、本当。そこそこ路面の状況とか凹凸をねドライバーに伝えてくるって、そういう感じの味付けだけど、すごく不快に感じさせないようなうまいセッティングですね、ほんと。だから運転してるドライバーとしてはなんか、気持ちがいい運転感覚って感じだと思います。こっちはディーゼルエンジンなんですけどね、もう十分すぎるほどのパワーがありますね。トルクフルだし。市街地だとちょっと燃費は落ちるかもしれないですけどね、それでも今のところ15ぐらいは走ってますね。
もうエンジン車なんでね、普通のガソリンエンジン車なんで、まあ、こっちはディーゼルエンジン車なんですけども、まあ本当すっきりしてますよね。もう切り替わることがないから、モーターとねエンジンとで切り替わることがないから、もう単純なね駆動方式で、その点がねすっきりしてて、そういうところがですね、操ってるものには心地よく感じるかもしれないですね。やっぱハイブリッド車っていうのはどうしてもね、違和感みたいなものがあるっちゃあるんでね。もう最近の EHV とかね、もうめちゃくちゃそれの違和感が少なくなってるんですけど、それでもですね、やっぱりどうしてもね、単純化されてる方が気持ちいいっていうのがあるんで、僕は本当最近ね、純粋なガソリンエンジン車、ディーゼルエンジン車をすごく評価する感じありますね。以前はもうハイブリッド以外考えられないって感じしましたけど、グレード展開で選ぶんだったらね。もう最近すごく、こういうディーゼルエンジン車なんかもね、すごく進歩して、排気ガスもクリーンだしね、音も静かだし、おまけに軽油が安いからね、すごく、マツダを買ってる一つの大きな点が、そのディーゼルエンジン展開があるっていうところですね。やっぱりこのぐらいのサイズがいいですね。もう CX60 はね、やっぱあまりにも大きい感じがする、日本で扱うには。この全幅1840とか1845ぐらいがやっぱり上限にしてもらいたいなって感じする。よくね乗るものとしては、時々ね、ロングツーリングとかに使うんだったらいいですけど、もう毎日のように使うんだったら、このぐらいのサイズがやっぱりね、ちょっと、ちょうどいいっていうか、もうこれぐらいが限界かなって感じ。日本はやっぱりね、平地での人口密度が高いんで、もう狭い道がね、多いんですよ。もう広げられないっていう道が。アメリカとかだと、このサイズだとちょっとちっちゃい感じするかもしれないですけど、まあ、運転しやすいですよ、だから。ちょっと視点も高いしね。まあ、ZR-V より多少視点が高いですね。この後 ZR-V に乗るとよりそれ感じるかもしれないですけど、ZR-V ってね、結構視点が低いんですよ。割とセダンライクな乗車姿勢になってるんですけど、こっちの CX-5 はもう明らかな SUV 目線っていうんですかね。ちょっとやや視線が高いんで、その点も見切りが良くていいかもしれないですけどね。ブレーキホールド機能がついてますが、これはですね、メモリー機能がついてないですね。そこはちょっと残念なところです。要するにエンジン切るとブレーキホールド機能が一度解除されちゃうんで、もう一回ブレーキホールドボタン、マツダだとオートホールドっていうのかな、そのボタンを押さなきゃいけないんで、 ZR-V はメモリー機能付きなんで、その点は楽ですね。あとちょっと運転支援系が今ここではお見せできないんですけど、クルコンとかの表示とかが見にくいかな。やっぱりちょっと古いんで、メーター表示の中のクルコン表示とかが分かりにくいかなっていうところはありますね。カメラ性能とかは多分ね、かなりよくしてると思うんですけど、その表示形式がちょっと見にくいかなっていう感じがあります。ただポップアップディスプレイがついてるんで、ガラスのとこにメーターとかスピード表示とか出るんで、高速クルージングで視線の移動が少なくていいっていうのはいいですけどね。 ZR-V はポップアップディスプレイないんで、メーターの中見なきゃいけないですけどね、スピード表示を。この辺路面が悪いんですけど、うまくいなしてますね。足がうまくさばいていくって感じですね、路面を。スポーツ SUV って感じですけど、ただちょっと車高が高い分ね、少しこっちの方がロール感覚がありますね。でちょっとハンドルの遊びはあるかなって感じしますんで、よりスポーティーな SUV はやっぱり ZR-V かなって感じはします、もうこの時点で。ただCX5 も負けてないですね、ほんと。
かなり商品力を高めてるって感じします。このシフトレバーがいいです、やっぱね。このマツダの、僕はねすごく評価してる点はこのシフトフィール、これオートマ車ですけど、このマニュアルシフトがねしっかりついてるんでね、 ZR-V の EHEV だとボタンなんですよね、あれがねどうもね慣れないんですよね、いつまでたってもマニュアルモードいいよねこれいい音するし、シフトフィールがいいんだよな。このシフトレバーやっぱりね、これは残すべきものかもしれないけど、最近ボタン式になってきてますけどね、やっぱシフトレバーってやっぱりねすごくいいですね。CX-5 のマニュアルモードなかなか楽しめますこれね。おまけにパドルシフトもついてるし、どっちを使うかね迷っちゃうんですけどね。ちなみに ZR-V はね、減速セレクターっていうんですよね、パドルシフトみたいなのがついてるんですけど、あっちはねほんと減速するって感じですけど、こっちのマニュアルモードはなかなか本格的な感じがして、楽しいですね。 CX-60 と CX-5 だとですね、かなりキャラ違いますね。大きさももちろん違うんですけど、 CX-60 はもうかなり重厚な感じですよ、ほんと。もっとのんびり高速クルージングをゆったりするクルーザーって感じですよね。 CX-5 は少しねサイズもちっちゃくて、割とスポーツ SUV って感じに仕上げてる感じですね。ほんと運転しててですね、山道とか峠道とか、ワインディングが気持ちいいのは CX-5 かなって感じですね。はい、 CX-5 乗ってきました。今度乗り換えてですね、ホンダの ZR-V に乗り換えようと思います。はい、じゃあホンダの ZR-V、 EHEV の Z4WD モデル乗っていきたいと思います。ちなみにこれは僕のマイカーですね。いや、とにかくですね、発進は滑らかです。やっぱりハイブリッド車だけであってですね、もう市街地はほとんどモーターで、走る感じになりますんでね。今ちょっとねまだ暖気運転中なんで、モーターじゃなくてエンジンが動いてますけども、基本はですねかなりの割合市街地ではモーター走行になりますんで、滑らかさがありますね。遮音性はね、なんか全然 ZR-V よりも CX-5 の方が静かな感じするぐらい、意外と CX-5 遮音性高いなって感じしますね。車重もあれなんですよね、確か CX-5 の方が重かったのかな、割と ZR-V は1630キロかな、この 4WD モデルでも軽く仕上げてるんでね、遮音材の量とかも意外と CX-5 しっかり入れてるかもしれないですね。ロードインフォメーションはもう明らかに ZR-V の方が多めですね。ものすごく伝えてきますね、路面の状況を。もうハンドルとかね、伝わってきますけど、それがむしろね心地よく感じさせるのがねホンダマジックって感じですけどね。足もすごいです、足のしなやかさがすごい。だから本当にこれね締め上げてるんですけど、うまく逃がしてるんですよね。まあ、その辺 CX-5 のスポーツアピアランスと、コンセプトとしては似てますけど、そこがねさらになんか方向性が強く向いてるのがこの ZR-V の特徴ですね。やっぱ目線が低いしね、かなりスポーティーに仕上げてますよこれは。何気ないこういったワインディングでもすごくスポーティーな感覚で気持ちがいいですね。その分ちょっとロードインフォメーション大きいんで、よりコンフォートに走りたいっていう人には ZR-V はどうかなって感じはします。ロードノイズもね結構あります。
最新の車とはいえね。だから同乗車はね、決してすごくコンフォートってわけじゃないですね、この ZR-V は。ほんとシビックのスポーツ版って感じですよ。あ、SUV 版って感じですね。この ZR-V もね、非常に運転しやすいですよ。よりあの CX-5 よりもボンネットは見えますね。前方視界もね、CX-5 も ZR-V も非常にいいですけどね。小回りも効くし、この ZR-V はね、バックに入れるとサイドウィンドウが下に下がるんでね、駐車もしやすいんですよね。大きさをね、ほんと両車とも感じさせないですけど、 ZR-V より運転しやすいかもしれない。いやー、こうやって CX-5 から乗り換えると、 ZR-V って本当にこれスポーティーに仕上げてんなって感じしますね。これね、足回りがこんなに硬いのかって思うもんな。だけどよくあれだよね、これ尖ってないく仕上げてるんですよね。ホンダ車って本当ね、そういうとこありますね。うまく抜けを作ってるんですよね。ボディ剛性すごく高めてるんだと思うんですけど、抜けを作って衝撃をね、うまく尖らせないようになってますね。ただやっぱりかなりスポーツカーに近い SUV って感じですね、この ZR-V は。もう本当遊びがないですもんね、ハンドルに。結構ハンドルもどしっと重くて、この前フロントスポイラーとね、フロントロアスカートとリアスポイラーも大型化純正のものにしたんですけど、それつけてからよりその傾向は強くなりましたね。ハンドリングが良くなったけど、よりスポーティーな、乗車感覚って感じです。ロードノイズとかロードインフォメーションが大きくなった感じです。まあ運転は気持ちがいいっていうかね、山道とかワインディングはめっちゃ気持ちいいですけどね。スピードを上げるともう水を得た魚のように生き生きと走ります、この ZR-V は。つい飛ばしちゃうんだよね、これ。この ZR-V って僕ゆる乗りのキャラなんだけど、ついね、前が開くとアクセル踏み込みたくなるし、ワインディングをハイペースで走りたくなるんですよね、これ。もうあのシビックの EHEV とかやばいですからね、あれ。音もすごいスピーカーで強調されて入ってくるし、この ZR-V は覚悟をして買った方がいいですね、ちょっと。よりスポーツ走行が好きな人、そういう人向けの SUV だっていう風に、そういう感じで選んだ方がいいですね。だから試乗した方がいいですね、これね、本当。この乗り味っていうか、運転感覚が好きな人はたまらなく好きかもしれないですけど、ゆったりのんびりコンフォートに走りたいっていう人にはちょっとどうかなって感じもしますけど、でもまあ僕みたいなそういうのが好きな人でも結構満足させますんでね、ホンダ。それはありますんでね。新しい、趣向っていうのかな。あ、スポーツ走行ってこんなに良かったんだって、そういう気づきをさせてくれるのがホンダ車。そんな感じはありますけどね。はい、帰ってきました。いやー、なかなかね、興味深かった、これも。いや、CX-5 ね、全然走りの質感とかね、遜色ないですね。いや、僕ね、正直ね、両者はね、発売がね、だいぶ違うんで、6年も前に出てたんで、ZR-V とね、乗り比べると、ちょっと見劣りしちゃうんじゃないかなと思ったんですよ。あと、まあ、ゴミさんなんかがね、この両者を比較して、コーツつけがたいって言ってたのが、ちょっとほんまかいなと思ってたんですよ。でもね、実際このね、このクロス D スポーツアビアランス乗りましたけど、全然ほんと遜色ないし、コーツつけがたい走った感触は。
装備内容も全然ね、見劣りそんなしないですね。うん、ちょっと先進運転支援系の表示とかはね、やっぱり ZR-V の方が、うん、最新のものって感じでね、見やすいんですけど、この CX-5 も走ってて気持ちがいいし、それでいて乗り味とか乗り心地もすごくいいしね。いやー、まだまだ商品力高いし、うん、選ぶ価値全然あるなと思いましたね。うん、なので、両者ともね、キャラの感じは似てるんですよね。スポーツ SUV って感じ。特にこのスポーツアピアランスはそういう足回りにしてんのかなって感じしましたけど、スポーツ SUV の思考は両者とも、その方向性はあると思うんですけど、よりね、スポーツ SUV 思考が高いのは ZR-V ですね。もう本当にこれはね、スポーツ SUV、スポーツカーに近いような SUV と思って選ばれるのがいいかなと思います。こっちはね、本当に典型的な SUV ですけど、よりスポーツ志向がある SUV って感じですかね。そこそこコンフォートですし。なので、まあサイズ感とかね、価格は似たようなところがあるこの両車、両グレードなんですけども、うん、まあよく試乗してですね、より自分に合ってるのはどっちかなっていう、そういう風に選ばれるといいかなと思いますし、まあデザインとかね、その辺の内装とかね、その辺の趣味嗜好もあると思うんで、うん、そういう感じで選ばれるのがいいかなと思いますね。はい。それじゃあね、この動画はこの辺で終わりにしたいと思います。まあ僕はですね、他に新型 NBOX とかですね、マツダのロードスターとかも載ってるんで、その辺の動画も上げていきたいと思いますんで、もしよろしかったら、この機会にチャンネル登録してまた見に来てください。それではご視聴最後までありがとうございました。失礼します。さよなら。